はい、午後6時を過ぎまして、周りを吹き抜けていく風が少しずつ涼しく感じられるようになってきました。今日やってきている豊玉姫神社では、昨日今日の2日間、6月堂が開催されています。境内には屋台も出店されていまして、近くに来るとだんだんいい香りがしてきていますよ。今日も地元の高校生たちの姿があります。さあ、この六月堂なんですが、こちらの豊玉姫神社では地元の皆さんがこの2日間合わせて楽しみにしている催しがあるんです。それがこの会場の奥に来ると左手に見えてくるこちら、水車からくり人形なんです。こちら1984年に国の無形民族文化財に選ばれたもので、今年はかぐや姫の演題で今ちょうど行われているところです。今ちょうど左手の方では竹からかぐや姫が生まれてくる様子、そして右の方に場面が移っていくにつれてかぐや姫が月へ帰っていく様子が再現されているんです。こちらのからくりや人形、すべてこの神社の中にある建物で制作されていまして、現在は保存会に入っている15人ほどでこちら制作をしているということでした。こちらがいつの時代に作られたかというのは明らかでないんですが、もう江戸時代の後期には人形が残っているということで、毎年夏の風物詩として楽しまれているということです。そしてこの人形が動く仕組みなんですが、実はこちらの神社の前には水路が流れていまして、その水路には直径3メートルほどの大きな水車が設置されています。その水車から水のエネルギーを得て、このからくりの館の中にある歯車や糸を動かして、ここの中で上演している人形21体すべてを動かしているということなんです。水車一つで動かせるというのはすごいですよね。ここで制作に携わっている赤崎さんにもお話を伺います。こんばんは。こんばんは。さあ、いよいよ昨日から一緒に水車からくり人形始まりましたけれども、準備もいろいろお忙しかったんじゃないですか。そうですね、もうやっと間に合うような状況でした、今年は。またこちら一つ一つは設計図がない状態から作られているそうですね。皆さんのアイデアを出しながら、どんな風に伝えた方が効率的に動くかなということで作っていただいております。はい、ご覧になっている皆さんの笑顔ですとか、写真を撮っている方も多くいらっしゃいますけれども、その様子ご覧になっていかがですか。子どもたちも本当に目を輝かして見ていただいているんで、本当に嬉しいですよね。はい。こちら水車からくり人形ですが、今日はこの後午後10時まで、そして今月29日土曜日に開催される知覧ねぷたまつりでは午後から特別公開もまた再び予定されているということです。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、南九州市知覧町の豊玉姫神社から中継でお伝えしました。どうも。